こんにちは、ふくろしかのふくろです、えー、今日も Q&A をお送りしていこうと思います、えー、今日のタイトルは親知、えー、らずを抜いた後はいつまでうずくのっていうお話です親知、まあ、らず抜いた後とっていうのはどうしてもそのこう、えー、抜いた後自体が、まあ、穴になってしまいますのでお痛みがあるということだと思います え、先日、親知らずを抜死したのですが、抜いた後のうずきというのは、普通どのくらい続くものなのでしょうかあの、かなりシンプルなクエスチョンですよね。え、これをいただきました。あの、抜いた親知らずの部位、または放出状態。放出というのは、出てくる状態、あるいは、その出てきている状態ですね、によっても変わってきます。上の歯なら、もちろんあまり問題ないんですね。上の歯っていうのは、重力的に言ったらもちろん血が固まっても、中が下に落っこちるんで、 え、問題がありそうに思えるんですけど、実は、あの、上の歯の方が、えー、まあ、いろんなところ、あの、唾液だとか、そういったものに影響を受けにくかったりするものですから、上の方があまり問題は、親しらずの場合は出てきません。えー、下顎の親しらずによくあるのですが、えー、は、は、骨の中に全てや一部が埋まっていた場合は、えー、抜歯自体の時間がかかります。えー、抜歯時に歯肉を切開したり、骨を削ることもあるので、実後はおよそ1週間ほど、 痛みや数日の腫れが残ることもありますお問い合わせの件ですけれども親知らずを抜歯した後にうずく期間についてはまあ本当は人によって千差万別です当院のインプラントは光機能化という強い光で前入直線に滅菌しています通常のインプラントよりもよりくっつきが良くなっています詳しいことは「光機能化」という名前で検索してくださいあの通常は約1週間の程度っていうのは書いたとりなんですけど ちょっと長めの方で2週間ぐらいっていうのが、まあ、通常です。私は実は結構長引きまして、3ヶ月ほど痛かったっていうことが自分でもあります。これは、私の場合もそうだったんですが、抜けた歯の後に溜まる血の塊、これが、あの、まあ、さっき言った唾液だとか、まあ、物理的にこうと指で触っちゃうっていうのはもちろんよくないんですけど、そういったこと、あるいは飲酒ですね、お酒を飲んでしまう。 そういったことを初期の状態のところのとこでやったりすることで、中に溜まった血の塊がボンと飛び出てしまう場合があります。こういった場合に、ドライソケットっていう症状なんですね。ドライソケットの場合は、まあ、数ヶ月ぐらい痛みが続く場合もあるので、まあ、早めに受診してくださいということです。こんなところに本当は血の塊が溜まってきてくれて、それで治るっていうのが本来なんですけど、それでもこれが飛び出てしまうといろいろと困るんですね。 血の塊が、まあ、こういったところに溜まっているんですけど、なくなってしまうと骨が、まあ、えまあ、外側に露出したような状態になります。で、これが、まあ、簡単に言うと空気に触れたりすると痛みが出るっていうのが、ドライソケットの特徴です。ですので、こういった場合には、中に入れる軟膏等を私どもでは用意しておりますので、早めに歯医者に行かれていただければ、中を埋めてもらうことでですね、あの、痛みっていうのを回避ができる。 というのがまあ通常だと思います。えー、今日は以上です。学関節症で痛みのある方には、対処法を YouTube でお知らせしています。また、当院にご連絡いただければ、詳しい治療法を書いた小冊子をお送りいたします。ご希望の方は、メール等でご相談ください。こんな状態でお困りのあなたには、精密な検査が必要です。ビジネスマンには、保険の制約のない、 急激に治すための集中治療をご用意しています。ぜひご相談ください。